日本人にも人気がある、タイ式マッサージ。タイ東北部のマッサージ店で、首をひねる施術を複数回受けたタイ人の女性客が、体の痛みを訴え、その後、死亡しました。タイメディアによりますと、亡くなったのは、地元で人気の20歳の女性歌手です。女性は今年10月、肩こりを感じてマッサージ店で施術を受け、腕にしびれが出るなどしたといいます。その後も2回、同じ店でマッサージを受けたところ、痛みが全身に広がり、今月8日、血液の感染症と脳浮腫が原因で死亡しました。マッサージには、首を激しくひねって音を鳴らす施術が含まれていたということです。タイの保健当局は、レントゲンや MRI 検査の結果、女性の死亡とマッサージに因果関係はないとの見解を示していますが、タイの専門家は、首を激しくひねったりすると、脳に血液を送る血管に損傷を与える可能性があると指摘しています。